は改めて紹介させていただきます。桃太郎役の松田翔太さん、よろしくお願いします。浦島太郎役の桐谷健太さん、よろしくお願いします。そして金太郎役の濱田岳さんです。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。早速いろいろとお話を伺ってまいりたいんですが、まず1月1日からスタートした CM、 私もたくさん拝見しましたが、本当に今までにない新しいコンセプトですよね。はい、皆さんコンセプトの役柄、自由だなと思った部分についてぜひお聞かせください。撮影もかなり自由ですよね。撮影自体がそうなんですね。どんな感じですか。かなり自由演技が追い込まれてますね。後半のほとんどアドリブ、アドリブなんですね。はい、なのでその場で生まれた楽しいものを3人でいっぱいやっているみたいな。はい、浜田さんのミキちゃんは口かゆいという通りです。あ、多分それ以上はないあ、その通りです。はい、自由演技な、ね、感じです。今日は3人、今日は大丈夫です。ほとんどロケが多くて、ええ、金ちゃんだけいつも寒いですね。そうですよね。衣装も本当にかっこいいですが、衣装のこだわりなんかはありますか。こだわりというか、衣装さんがすごい、手塩かけて使ってくれるというか、これももともと1枚ずつこう重ね合わせて作ってくださって、はい、グラデーションも綺麗ですけど、ももちゃんとね、桃のアクセント、背中も、桃のリンが入ってるんですね。肌のところもあるし、そうなんです。ピンちゃんはまあ、ザグ、ザグ、はい、まあ、ザグです。大丈夫。でも、もう金太郎のイメージって、しかもね、自由って書いてあるし、なんか、置物とか絵とかで金太郎見ると、あられもない姿じゃないですか。あられもない姿に前掛け一枚だから、あと それで死に嫌だなと思ってたんですけど、したらよかった。あったらよかったですよ。自分なくても面白いけど、次からそれでいいの。下なしでいいのか。いいんじゃないですよ。来ませんよ。どうでしょう、お互いの衣装を見たときにどういう印象をお持ちになりましたか。僕が一番普通じゃん。この間、はい、海の撮影の時とか、二人はやっぱパッと見てしまいますけど、俺とか結構歩いてる人は二度見ぐらいの感じで、あれって、そんなに違和感ない。浦ちゃんだけ人間ですもんね。ちゃんと。一般人ですよね。だいぶ、だってね、二人とも浜の方ってあるんですよ。そうですね。浦ちゃんだけ人間です。まあ、でも一番こう、なんていうか、ボンボンじゃないですけど、お金持ちのイメージですね。はい、松田さんの衣装は重さはどうなんですか。結構軽いですね。本当に重そうですけどね。一番この冬に、あったかくて重してるんです。まあ、だから多分、夏の撮影は一番。なるほど。夏ガッツポーズは結構そうですね。先ほどからやっぱり寒いっていう声がありましたけど、ご自身だけノースリーブというのはちょっと金太郎さんとしては、浜田さんとしては、そうですね、海とかね、やっぱりすごい寒すぎて、なんか一瞬巣に帰る瞬間とかもあって、後半だってだいぶもう無口怒ってるのかな。そうです、なんで真冬に俺だけノースリーブなんだって巣に帰っちゃう瞬間何度もありました。あとこのね、下駄もね、そうです、山道とかもすごい歩きづらいですし、最初は桃太郎編で歩くシーンがあったんですけど、ええ、まあ金ちゃんだけやっぱりちょっとどんどん遅れていくんで、僕はそれに合わせて、はい、一回ブキってなったりしたんですけど、あ、足首取れるかと思うぐらい痛かったので気をつけて歩いてました。でもこのおかげで、ね、身長もちょっとそれが嬉しいです。ご自身の衣装のポイントで気に入ってるところはどこですか。僕ですか。はい、どう、ないの。いや、ありますよ。全然かっこいいですけど、いいところも、はい、いいところ。俺これ好きです。あ、でもこれは白だな、うん、ね、じゃあ白を見せていただいてもいいでしょうか。横綱っぽい、強そう。やっぱりね、これがあるとないと全然印象も違うので、うん、そうですね、そうですね、お気に入りですので、はい、ありがとうございます。相手のキャラクターについて何かこう思ったりすることって、まあ、撮影中だったり今だったり思ったりすることってありますか。彼女、
まあ、この3人は似た者同士で仲いいと思ってた矢先に、カルビーですね、だったんで、ちょっと寂しい。そうですね、エッチになりましたね。まあ、金ちゃんはどっちかっていうと、ちょっとネガティブになりやすいみたいな。ネガティブ、みんな本当に自由な、うん、だからそれぞれのいいところが、うん、いや本当にまあ実在したかどうかはね別として、ほんまにこの3人が仲良かったらこんな感じちゃうかなって実際思ってます、うん、まあ、こういう3人やったら面白いなとか愛すべきなこと言いますか、そうね、もともと金ちゃんのそのなんていうのストーリーっていうのはあんまメジャーじゃないので、ちょっと調べたらハイハイしながら石臼を押したらしい。マジっすか、すごいっすね、めちゃめちゃ強い僕、うん、でもそこら辺はあんまフィーチャーされてない。まあ、今後石臼のシーンを押しましたらこれかもしれない。これからすごい楽しみなんですよ、いろいろネタが尽きないというか、皆さんもお互いにその役作りについてみたいな、実際撮影現場でこういう風にしてきたかみたいなふうに思ったことってありましたか？浦島は、浦ちゃんはかなりそう思いましたね。僕でも絵コンテ見た時に、もうパッと出てきた印象だったんですよね。こんな感じの喋り方ちゃうかな。でも初めてお芝居通した時にもう完成してたような気がしますね。完璧な役作りが、そうですね、3人とももともとはだからもうちょっとその現代的な3人の若者っていう感じだったんですけど、まあ、それよりかはお互いのキャラを生かした方が面白いんちゃうかっていう話になって、はい、もう結構2人に引っ張られるんですけど、僕は突っ込まないと、うん、そういけないので大事なところできる限り、はい、どんどん暴走しちゃうんで冷静に突っ込み合いないと取るようになって、そうですよね、アドリブもね、先ほどかなりあったというふうに伺いましたが、アドリブで、この人のアドリブが一番強いというか、いや、攻めるなと思った方は、どうなったでしょうか。間違いなく、間違いなく、間違いなく、楽しくなってやってしまうんですよ、だから実際、そのオンエアというか、編集されて切られてるところも、ね、ぜひ乗っけてほしいぐらい。3人の前の撮影の時に、そのセリフ以外で何か言おうよって提案してくれて、で2人で打ち合わせして本番までそ完成させたんですけど、全部マイク通してたから監督に全部聞こえてた。マジか、意味なかったよ。そんぐらいすごくアイデア出してくれて、いつもやってるので突然いきなりやったのにもう2人はすごいバッと反応スパッと返して楽しくしようがないんですよね。じゃあもう撮影も回ってるところ以外でも本当に仲良く3人でされているという感じなんですね。ずっともう撮影中は今日喋ったの、ね、僕ですか。俺ばっかり喋ってなんか俺出たがりみたいな。いやいやいや大丈夫、いやなんか今なんか生で配信されてるみたいな、みんな仲良しを求めてます。求めてます、なんちゅうふりするんですか。できませんよそれ。先ほどかぐや姫と付き合ってるという設定が本当にまず安心で自由だなと思うんですが、まあ、今後そういう、まあ、かぐや姫だったりとか他の登場人物出てきたりするんでしょうか。出てきてほしいですね、うん、かぐや姫はだってもうある種振ってますから ね、もう前振りがありますから、もしかしたら今後出てくるかもしれないですし、俺はもう竜宮城に行きたくてしょうがない。3人で行きたい。なんか俺がしまって行きたい、戦いに行く。どうだろうね。浜田さんもみんなで行きたいところっていうのは、どういう金太郎として金太郎は基本山ですし、どこですし、なんでしょう、登場人物って言ってもね、2番手には熊が出てくるような感じなので、なんかまあ、お二人ついていこうかなと思って。元気がない。何でしょう、金太郎さんとしてこう今気になるかぐや姫だったり金魚だったりっていう、そういう存在っていうのはいらっしゃるんでしょうか。いや、いいですよね、二人は。その女系がね、女性系がいいですよね。僕、熊とか、いや、動物とか
出てくるのが新しいみたいな。あ、そっか、うん、なるほどね。自由ですしね。自由だな。あ、そっかそっか。で、ちょっと異次元のやめますね。もしかしたら言ったことが本当に嘘からね、生ことになるかもしれないですよね、うん、そうですね。そうですか。はい、はい、ますます今後が楽しみですということですが、もっとお話を伺いたいのですが、そろそろお時間が迫ってきているということで、ちょっとなんかあまり浜田さんには喋っていただけなかったかなというふうに。全然なんです、ね、調子悪い、調子悪くないです。今日配信されてますし、あのこう金太郎の言葉を待ち望んでいた方に最後にメッセージを込めます。ありがとうございます、はい、それでは最後に田中社長にもご登場いただきましょう。田中社長どうぞステージにお越しください。いや本当に皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。村田ちゃん最高だったね。OK か。いや、これが自由なんだよ、自由。ねえ、いいじゃんね、最後ね。いや、なかなか、はい。いかがでしたか、3人お三方のお話を伺って。いやね、なんか、ボケまくりっていう感じですよね。いや、うらちゃんがね、やっぱりこう関西出身のいい味。うらちゃんはどこ出身なのかわからないですけど。あ、そうですか。僕は海からやってきた。さっき後ろで見てたんですけど、まあ、カメの見つける表情がもう結構笑いまくりました。ありがとうございます。まあ、あれ多分陸がね、陸がね、はい、そうなんですね。陸がねですか。本部から来てないですか。あ、なんなんでしょうね。でも、もうすごい可愛かった。いや、金ちゃんの、ね、巻き割りはね、あれマジですよ。マジで一発。そうですね、うまくいきましたね。すごい、もう筋肉もりもりで、ゆとり世代の本質育ちだ。うまく巻きがわれてる。いや、ももちゃんもね、なんか彼女いるみたいで、はい、しかもですよね、今度ご紹介させてもらって、ぜひとも期待しております。新 CM とても好評で、年初の CM 好感度ナンバーワンをされたんです。すごいですよ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆様いろいろとお話ありがとうございました。CM キャラクターのお三方はここで一旦お降壇となります。ありがとうございました。ありがとうございます。あら、味わらですか。ありがとうございました。ということで、三方の華やかなステージ